こんにちは、美容師道場のナプチです。今回のテーマは左右の長さの合わせ方、やっていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日は、長さの合わせ方っていうところの話をしていこうかなと思うんですけど、案外難しいですよね。案外難しいですよね、うん。左が短くなったり、右が長くなったり、まあ、大抵そのパターンが多いかなと。そうですね、思うんですけれども、じゃあなんで右が長くなってしまうのかっていうところ、まあ、左が短くなってしまう人もいると思うんですけど、まあ、逆のパターンの時もあると思うけど、まあ、とりあえずオーソドックスのこの話をしていきますね。で、基本的に、まあ、ボブでも、マロン切る時とかも、まあ、こうやってスライス線取ったりとかすると思うんですね、はいはいはい。で、まあ、スライス線はやっぱりね、左右シンメトリーに取るべきじゃないですか、それはもう間違いないですよね、で、それに対してダイレクションのかけ方、まずこれは1個大事なポイントですよね。そうですね。やっぱり左が、どうしてもこう後ろに引っ張りやすかったりとか、右の方がちょっと引っ張りづらかったりとか、左、あ、そうね、そうなんですね。こっちの方がこうやって引っ張っちゃって、こっち残っちゃってみたいなことになりかねないので、やっぱりここをダイレクションかけて切るんであれば、ちゃんとそれがシンメトリーになってるのか、この角度が合ってるのかっていうところは、長さが合わない人は確認した方がいいですね。で、逆にダイレクションをかけずにこのスライス線のままこうやって切るパターン、これもあると思うんですよ、これもシェイプしてるうちにこうなっちゃったりとか、まあ、こうはならないと思うんですけど、前上がり狙ってなければ、これがこうなっちゃったりとか、このスライスのままいかないっていうパターン、これが2つ目ですよね、で、まあ、3つ目になってくると、ハサミが右から左にこうやって入ってくるんですよ。右側はそうですよね。そうで、左は左から右に行きますよね、で、こうなってくると左っていうのはここのガイドからこうやって切ってくるんですよね、で、右っていうのはガイドがないところからこっちまで繋ぐわけじゃないですか、はいはいはい。だからなんかね、意識的にちょっと長く切っちゃうんですよね、切ってね。まああるでしょうね。そうそうそう、ちょっとここがね、穴開いちゃったら嫌だなとか、そういうのがあったりとかして、どうしてもこっちが長く残りやすいと、だから多分原因としてそれはかなり大きい、今のダイレクションとかこのシェイプとかっていう話もしましたけど、一番はこのハサミの侵入角度、これがかなり大きいかなと思うので、対応策としてはバツって切るじゃないですか、はい、バツって切った後にインぐらい入れながら切るんですよ、こうやって。なるほど。もうある程度のベースができてるわけじゃないですか、気持ち長いかもしれないけど、気持ち長いかもしれないけど、ある程度のベースが出てきて、じゃあ長さチェックしました、ってなった時とかに、あれ右の方が長いな、ってなった時はまた同じようにこうやって切るよりかも、こうやってインぐらいにこう入れて、ちょっと出てくるなっていうところが出てくるんです、絶対。なるほど。そこをちょんちょんちょんってこうやって切る、これを逃がさないで、イングラとかこうやって逃がさないでやってたりとかすると、どうしても直接的に切ることになっちゃうから、確かに、右が短くなっちゃったりとか、左よりも短くなっちゃって、あれ長さ合わない、いつもやったってもどん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 短くなっていっちゃう、ってことになりかねないかなと思うので、長さバッチリ合わせたいなってなったら、長くなっちゃったらとりあえずイングラで様子見る、こうやって。なるほど。インゲラだったらそこまでこうやって逃がしてるんで、切ったとしてもそこまでものすごく切れるわけじゃないかな、でもちょっとは短くなるので、それでちょっとずつ合わせていく。なるほど。こういう感覚がすごく大事かなと思います、はい。ナオキチとアブタは一緒に働くスタッフを大募集しています。詳しくは概要欄の求人の動画をご覧ください。一緒に横浜ナンバーワン目指しましょう。目指しましょう。まあ、今はね、技術的なね、長さの合わせ方っていうところの話をしたんですけれども、まあ、いぐらい入れて対応しましょうねって話なんですけど、対お客様とのカウンセリングの中で、お客様が言ってるよりも短くなっちゃったりとか、長さをちゃんとお客様が言ってる通りに切れないとか、もしそういうお悩みがある場合は、それは多分ね、技術じゃなくて、多分考え方が良くないかなと。なるほど。僕は結構思ってて、例えば、
お客さんがこのスタイルでこの長さにしてくださいって言われたらここにドンピシャできるんですよ。うん、この何ワンレングスの顔周りも切ってない前髪もないスタイルで、うん、でまあ何これどのぐらいになってるの肩上ぐらい、うん、まあ、この長さにしてくださいって言われてこれに切ったらバッチシじゃないですか。はい、そうですよね。ただこれが前髪があったりとか顔周りを切るって話になってて、ここの部分、ここの部分もこうやって顔周り切るってなって、ここ切っちゃったら長さっていうのは変わりますよね。うん、短くなっちゃいません？この長さにしたい。うん、意味わかりますかね。要はあの顔周りを切るっていうデザインに、していくとお客様とカウンセリングで決まったんであれば、長さを設定する際に顔周り分切り込むことも含めて長さを考えなきゃいけないってことです。なるほど。要は最初のこうやってアウトラインこうやって決めていくカットあるじゃないですか。はい、これが長さの設定じゃないんですよね。なるほど。長さの設定はここまで切り込んだ時の長さどうなんのまで考えなきゃいけないんですよ。なるほど。うんうん、いきますね。じゃあ例えばこれで今長さがこうじゃないですか。ちょっと切ります。このワンレングスの角を切ったとしましょう。ここの部分、はい、で今顔周り一線こうやって切って、うんうん、ここに前上がりが入ったんですけど、はい、レングス全然違うじゃないですか、さっきと。うん、こっちに長さ合ってないですけど、こんな風にペロンって出てくるはずなんですよね。ワンレングスの前下がりだったら、はい、ペロンってね、これ長さ合ってないからね。うん、うん、長さ合ってないですけど、ここはこうやって出てくるはずなんですよ。うん、ワンレングスの前下がりで切ってたら、まあ、そう全然そうなりますよね。そうそうそう、前下がり分の部分を前上がりで削ったら、そう、前上がりで顔周りこうやって削ったら長さが全然変わるわけじゃないですか。うん、だお客さんがもしじゃこっちの長さにしたいって言ってたんであれば、うん、もう長さ変わっちゃってますよね。確かに。だからそれを見越してこの顔周り分入れることを見越して長さはちょっと長めに切っとかなきゃいけないわけですよ。そうですよね、ベースカットの時から、ね、そう、ベースカットの時から顔周り入れる分でここは長さ変わるなっていうのを頭に入れながら切り始めなきゃいけない。うん、そういう余白を残しながら切るっていうことをしていかないと、どん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 こう顔周り入れれば入れるほど短くなっていってしまうんで、うん、そこは注意ですし、特に前下がりのスタイルを切ってるとき、うん、ボブとかでも、まあ、ロングで前下がり切るか分かんないけど、まあ、ボブで前下がりこうやって切ってずっとこうやって長いのがある、うん、大体1回前下がり切りますもんね。そうそうそう、それでまた前上がりで後ろ前からこう削っていくってなった時にここ削っちゃったら相当長さ違うじゃないですか。相当違いますね。そうそうそう、だからやっぱりそこをどこまで考えるかっていう話になってくるんですよね。うんうんうん、じゃあフラットだったらいいんじゃないかと、うん、思うじゃないですか。うん、ここのラインが全部フラットで顔周り入れればここの長さ変わんないじゃんみたいな、うんうん、ってなるかもしれないですけど、これを顔周りを後ろまで入れるってなったら長さ変わりますよね。ああ、なるほど。顔周り線だけじゃなくてイヤーというとか届くところまで、届くところまで入れるってなったら長さ変わるんですよ。なるほど。また G で切っちゃいます。いや、だいたいイヤーというぐらいのポイントから前上がりが入った。そう、そうすると、はい、ここの前上がりに入ってくるんで、うん、でもここの見え方っていうのはかなり短く見えると思うんですよね。そうですね、人だったら実際肩とかありますしね。そうそうそう、うん、だからやっぱりどこまで顔周り出るかだったりとか、うん、そもそも顔周りを切るのかとか、うん、
川真理子のラインどんな風につくのかなとか、うん、なんかそういうのをちゃんと自分の中で理解して、うん、長さの設定ができないと、ここまで含めて、なるほど、それはずれるよねって、うん、お客さんが思ってるより短く切っちゃったりとか、うん、すると思うんですよ。でここまで理解してなかったら左右もやっぱり合わせらんないかなと思うんで、うん、まあやっぱりねちょっと長さ合わないとか、長さの切り方どんな感じですかみたいなね、質問とかも時々来たりとかするんで、まあ、今回こういう感じでやらせてもらったんですけど、まあ、やっぱりこの顔周りのところまで長さに関わるよっていうところまでね、考えてみると少ないかなと思うんで、まあ、しっかりそこも含めて、考えられるようにね、切れたらいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。アブダム動画の方が新入り伸びるよ。なんだよ。美容師道場チャンネル登録はこちら。